オンライン英会話を毎日2時間やってましたね。なんでしかもね、トフルじゃなくて IELTS、スピーキングとライティングですよ。そうですね。本当ですか？すごい。バイトで英語を教えているので、そっか、TOEIC 受けるのもいいですね。他の資格とか。そうですね、IELTS を受けまして、はい、今年の7月に受けましたね、ちょうど。英検はなんかほら高校の時とか中学の時とか取ったりはあったんですか？高校1年生に取ったのが最後で、その時準2級取ってから、はい、もうなんか英検っていう受けなくてもいいのかなと思って、受験に使わなかったので、はい、東大が別に英検受け入れてるわけでもなかったの で、ね、いいかなと思って、じゃあ英検はもう全然やらずに。そうですね、それ飛ばして IELTS なんですね。準1とかやらずに。そうなんです。結構ニッチなとこ攻めてますよ、ね、なんでしかもね、TOEFL じゃなくて IELTS なのか、ね、あ、そうですね、なんか IELTS の方が問題形式が合ってたんですよ、私に。おトーフルって、私もトーフルの問題解いたんですけど、うん、アカデミックで IELTS よりもなんかより、うん、で、私的には IELTS の方が東大受験、東大英語に似通っていたんですね、うんうんうん、だからこれはなんかスコアが取りやすいんじゃないかなって思って IELTS にしましたね。似通ってるかどうかはだいぶ微妙なところですけど。微妙ですか、はい、時間かもじゃあどこが似てるかなって今一生懸命考えたんですけど、なんだろう、リスニングのレクチャー部分ぐらいですか。でもそれもトフルあるしかみたいな。めちゃめちゃちっちゃい。うん、スピーキングないし。なんだろう、じゃあ似通ってないのかも。私がただ好きだっただけかもしれない。あれ、イギリス英語になんか抵抗とかなかったんですか？ああ、最初は大丈夫かなって思ったんですけど、意外とすぐ慣れましたね。私アメリカ英語でずっとなんかスピーキングとかリスニングもしてきたので、はい、IELTSが初めてだったんですね。うん、だからちょっと慣れなきゃなとは思ってたんですけど、うん、意外と聞き間違いみたいなのはそんなになくて、だからまあそれもシャドーイングとかすれば大丈夫なのかなって思ったりしてます。まあ、リーディングは多分大丈夫だと思うんで、まあ、東大のとこまで行ってればそこまでリーディングに苦労することはないと思うんですけど、やっぱスピーキングとライティングですよ。そうですね、いやー、でもライティングは本当に、ね、全然良くなくて、6とか6しか取れなくて、でスピーキングが 7.5 で、リスニングが8だったんですね。だから、まあ、ライティングはもう本当に私はあんまり言えないんですけど、でもすごく参考になる本があって、その小谷先生っていう方が書かれた IELTS、共演してますよ、はい、あ、本当ですか？出てますね。そうなんですね。はい、IELTS 徹底攻略本っていうオレンジの本があって、もうあれにすごくお世話になりましたね。それこそあれにもいっぱい書き込んで、辞書みたいに、僕小谷さんに持ち上げられてる写真とかあります。本当ですか？すごい、もう本当にお世話になりましたね、小谷先生には。直接本人見ました？はい、何回かこう縁があってズームさせていただいて。そうなんですね。そうなんです。みたいな見た目。いやいやいや、本人それでやってますから。あ、そうかそうか。本人それってスキンヘッドね、怖い感じでやってるけど、実は若いっていうね。そうなんですよ。わー、そうだったんですね。そうなんです。で、まあ、スピーキングは本当にダメダメだったというか、最初は本当東大に入って英語話す機会って全然ないんですよ。ほうほうほう。で、全然こうナチュラルに喋れなかったので、英会話に通って毎日2時間、オンライン英会話を毎日2時間やってましたね。お、毎日2時間。そうなんです。長い。いや、もう本当にもうすっごく仲良くなりました、その先生と。毎日2時間、まあ、1時間、2時間ぐらいして。それなんかイギリス英語の先生なんですか？いや、アメリカ英語でした。アメリカ英語だったんかい。確かに。それなんかトピック出してもらってとかやったんですか？そうです、そうです。もうひたすらにアイエルツの模試みたいな感じで、はいはいはい、本番の、まあ、過去問出してもらって答えるみたいな感じで。そういうことだったんですね。そうなんです。Let's talk about hometown とか。そうです、そうです、そうです、そうです。すごい、小谷先生がそれをおっしゃってたな。そう。バークレーハウスの満点持ってる先生とかうちのチャンネル出てますから。そうなんですね、はい、ちょっと私も勉強させていただきます。まだまだ、カナオ伝言とか知ってますか？あ、すごいですね。いや、もう高校生の時からずっと見てますね。あ、そうなんですね、はい、へえ。伝言さんも結構なさって。本当にね、びっくりです。うわ、すごい。え、そんな感じやられるんですか？私とズームした時はサングラスしてなかったんですごい。IELTSを選んで、で、留学に使おうと思って。そうです、そうです。留学に使えたらいいなと思いますし、あと意外となんか就活とかでも使えるんですよね。なるほど。 TOEFL とか IELTS、結構正式な資格なので、TOEIC だけじゃなくて TOEFL とかでもいいですよっていうので使えるので。
7.5 あればもう全然どこでも出せますからねじゃあ成績それで良ければもう交換留学、成績さえ良ければっていう感じですね。さえ良ければはい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 、まあライティングは難しいですからね。あれは、まあ、難しいですね。なんか途中で本番テンパっちゃったっていうのもありますし、 あれ受けたの初めてだったので、うわーみたいな6.5 以上はほぼほぼ出ないんでね。あーそうですか。6.5 まで出せればまあそれでいいんですけど、そこぐらいまではちゃんと評価はできるんですけど、それ以降は評価がちゃんとしてないんですよ、うんうんうん、あそうですか。そこめっちゃダメなんです、そもそもそういう風に作られてない試験なんで。ああ結構そうなんですね。そこぐらいまで、だからネイティブたちも全然級取れないですよね。なんか今後はやるとしたらそのライティングを上げてっていう感じでスコアアップするとしたら、するのはあんまりコスパが良くないですよね。それだったら他のところを急に上げていく方が絶対いいんで、そうなんですよ。だからもう一回受けたところで 6.57 が取れるかって言われたらそうじゃないと思うから、正直 7.5 取れてんだって8は取れると思います。あ本当ですか。すぐ取れると思います。8は取ってるんで、なんかでもいい点取って握手されますよ。あ本当ですか。結構8以上取ってる人たち握手されたことあるし、私本当になんか面接官の方が全然愛想が良くなくて、ああ嫌ですねそれ。でもうこれはダメだやらかしたと思って、私すっごい笑顔を心がけてたんですよ、はいはいはい、ハローみたいな感じでちょっと愛想で押そうと思ってたら、終始なんかって感じだったから、これは手応え悪いぞって思ってたので、バンピーなやつだったんですねそうだから開けてみて、嬉しいなって思いました。びっくりしました。で結構その試験官がもう前の人たちの点数見えてたんですよ。へーの時そうなんですか。そんな見えちゃう感じだった。5とかなんですよ、やっぱ 5.5 とかそういうのだったんで、まあその分確かによく見えるんだろうなって思いましたね。確かにね、差も大きくあるんだなって思ったんですよ。普段今は英語これやってるとかあるんですか。東大 の、 あの普通のやつは何だったんですか、授業は。あ授業は本当になんか英語中級とか、はいはい、英語一列みたいな授業あるんですけど、あれを受けてっていう感じで、それプラスアルファのやつは受けてないっていう感じで、でも私バイトで英語を教えているので、アルバイトで。そうなんです。まあ英語に触れる機会はあるんですけど、うん、まあ中学2年生なんですごいこうレベルが高い英語ではないので。 SVOC やってないんですか。 SVOC やってます。やってるんだ。 SVOC やって教えてます。中学についてやってるんだそうそうそう。なので英語を読んだり、うん、映画見たりはしなきゃなと思ってますね。なるほど。しなきゃなってことやってないってことですね英語は結構見てるんですけど、なかなか読むっていうのが難しくて、難しくて自分の勉強してるやつで論文を読むとかは、経済学部でってことですか。はい、あんまりそういう機会がないですね。そうですね、今後でもどうするとかあります？英語これ。ああ、これっていうの。まあ、トイック受けてマウントまず取って。いや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 、そんなマウント取るためのトイックじゃないです。いやいやいや。マウントイックをまずは。マウントイック。マウントイックをまずは。そっか、トイック受けるのもいいですね。12月ですもんね。そうです、ね、間に合わないか。そっか間に合わないか。もう11月だしもう、ああそれね、間に合ってたらね。いやいやいや、よかったじゃないですか。アピールの場所とかこのままさいで急に英語流し始めたぞみたいなそうですね、すごいですね。 SVOC 好きからそうやって慣れたってね。文法は大事なんだなって思いましたね。そういうのもあるんですよ。まあ自分自身もそうですかね、予備校で SVOC やって理解できてからですから。そうですね、できるようになったのは、そこからスピーキングもできるようにはしましたし、はい、いやなるほど。いや面白い、人それぞれいろんなのがありますね、はい、ぜひじゃあ、はお知らせを、ね、はいありがとうございます。東大の駒場祭が11月の18、19、20ですかね、はい、にあるので、そちらでね投票ができるようになっているので、はい、ぜひぜひ足を運んでいただいて駒場祭で投票をご協力いただければっていうふうに思うのと、はい、あと最後が12月の2日にまた別にフィナーレっていうのがあって、はい、でそこでグランプリが決まるので、ぜひぜひ、はい、皆さんいらしてくだされば嬉しいです、はい、そこでなんて書けばいいんですか、投票用紙に。あ、ぜひ3番山下りさって書いてくれると嬉しいですけど大丈夫、ヤマリじゃダメなんですか。ヤマリはどうなんでしょうかね。ヤマリって誰みたいな感じで切られちゃうのかも。いやいやいや、3番とかは書くんですか。書
番号どうなんだろう、細かいことまだ知らない。だって漢字難しいんだ。確かに3だけでも大丈夫なんじゃないですか。不利じゃないですか、あの理由は不利。確かにね、理も差もちょっと複雑ですね。そう複雑、うん、3だけでも大丈夫だと思いますけど、ね、はい、ぜひぜひいらしてくださると嬉しいです。あとは毎日やってんでしたっけ投票。そうなんです、毎日こうウェブ投票でツイッターとかインスタグラムでお知らせはしているんですけど、はい、もうそちらの URL から毎日投票ができて、これすごく大きく結果に左右するので、はい、ぜひぜひ皆さん1日1回の投票してくださると、はい、とっても嬉しいなと思っています、はいはい、ぜひしてあげてください、はい、ありがとうございます。はい、今回はヤマリーマン、はい、ヤマリです。ヤマリーマン、サラリーマンみたいなのを出てきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。